バイバイ。はい、じゃあね。今日は水曜日、昨日はアメリカの大統領選の結果が出ました。ヒラリー・クリントンが女性初の大統領を逃し、なんとドナルド・トランプがアメリカの大統領になったと。オバマ政権の下では同性愛の結婚だったりね、やっぱりこう黒人の、まあ、差別問題だったり、そういうリベラルな動きが非常に強まったんだけど、今回のエレクションで見るとやっぱりそういうことではなく、これからもうちょっとアメリカの中部の根強い、中部にある根強い保守的な部分というか、昔ながらのアメリカっていうのがちょっとまた強まってくるのかなということが考えられるよね。昨日のエレクションの結果が出たのが夜の10時ぐらいで、そのまま11時からね、内田 TV という番組にスカイプ越しに生放送出演して、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。水曜6時は内田 TV、 また一夜明けてネットでも結構これから日本はどう、日本もどうなんだ、アメリカもどうなるんだっていうざわついた感じがすごくあるんだけど、一つ確かなことは、まあ女性初の大統領が生まれなかったっていうのはとても残念なことなんだけど、アメリカっていう国のエレクションは常にやっぱり実験的なんだよね。映画大俳優が大統領になるのっていうのもやっぱりちょっと前は驚きだったし、オイルマインだったりライフル協会の資金を持っていれば大統領になれるみたいなものとか、まあ黒人初の大統領だったりで、今回もまたね、女性初なのか、それとももうなんだろうな、ここまで実験的な、ここまで暴言を吐くような大統領ってありえるのかみたいな、そういう一種の実験なんじゃないかなっていう気がするよね。なんか見ていて、よし、ちょっと今ふと思ったんだけど、風が少ないのでサンデービーチ見に行こう。ちょっと逆光で見えにくいけど、サンディビーチ、ここがサンディビーチのボディーサーフィンね、波打ち際で体と、まあ、板みたいなものでサーフィンする。ほらほらほら、こういうやつ来るね。でここがあそこの真ん中のところがちょっと見えづらいけど、ハーフポイントといってボディーボードで、奥がサーフィンのフルポイントっていう感じになってます。でもこれ慣れてないとすごい危険で、しょっちゅうね、首の骨とか背骨を折る人がいるので、自信がないとやめた方がいいと思う。選挙における実験、アメリカの実験っていう意味で言うとね、多分綺麗事よりもしかして悪いこととか言った方が情報が伝播する力があったりするじゃない。でそういうのをどこまでもこう利用するかというか、どこまでそれが認められるのかとか、これから政治においてもそれがどこまで使われるのかっていう、なんかすごく大きな実験なのかなって思ったりするんだよね。いや決して僕はそのきついことを言ったり悪いことをわざと言って情報を拡散させるっていうやり方はには賛成できないんだけど、でも実際ソーシャルメディアの中ではそういう人たちが非常に多いじゃない。綺麗、まあ、いいことを言っていてもあまり情報が伝わらない、それに対して結構過激な発言で情報が伝達するっていう、その一つのコミュニケーションのあり方の戦いがやっぱりあると思っていて、でそれが大統領選にも現れてるのかなと思う。まあ大統領選だけじゃなくて、これからの政治だったり世の中の動かし方におけるコミュニケーションのあり方というか、という意味でもこれから実験的な
時代がちょっと続くんじゃないかなと、うん、思います。今日は風がなくてね、こんな日は滅多にないので、とりあえず早速ドローンを持ってホバーカメラを持ってちょっと広場にやってきました。ここで昨日に続いて顔認識と体認識の、追っかけ撮影をやってみたいと思います。テストいきます。意外と風があるかも。普通のドローンでは大したことないんだけど、これだとどうかなという感じ。行ってみます。顔認識、体認識ともに OK。 ただ顔認識はちょっとでもね、画面から出ちゃうと違う人を探しに行っちゃうので、なるべくフレーム内に収まらないといけない。あと体認識は意外としっかりしてて、走っても追っかけてくる感じはあった。まあいいんじゃない、面白かった。ちょっと後で映像見てみようかなと。 OK。 カリカリのカサゴ、パリパリ取り立て、ガツガツ食べてんの人生に初めて。